眼科医の平松です。今日は新型コロナウイルスに対するワクチンを打つことの目の副反応についてお話しようと思います。最近やっぱり目の副反応だけではなくて、体でこういうことが起きてきたとかニュースが出てきたりとか、そろそろ落ち着いてきたし、ワクチンっていいのかな、どうなのかなと、いろいろね、ワクチン打つのか打たないのか、結構迷われている人もいるかと思います。そこで今日は目に対して、特にね、この動画を見てくださってる方っていうのは、緑内障、網膜色素変性症、黄斑変性症、いろんな強度近視、いろんな方がいらっしゃるわけです。そういう方が、こういうのが心配なんだとか、こういうことが起きてるんだっていうのを分かっていただけるので、そういう動画にして見ていただければと思います。ですから、この動画を見ることで、いわゆるワクチンを打つことの目のリスク、危険性、副反応について大体わかるので、見ていただければと思います。このチャンネルではこんな感じで目に関する健康情報とかアップしているので、よろしければチャンネル登録ボタンとか、ちょっと良かったなと思ったら高評価ボタンも押していただければと思います。じゃあ結論を言うと、目の副反応は主に炎症、そして血管閉塞病変が、原因としてなっているっていうふうに思っていただければと思います。じゃあ実際どのぐらいの数なのか、どういう報告が日本だけじゃなくて世界にあるのかっていうのをご紹介できればと。以前もこんなのはある程度紹介したんですけど、その頃ってまだまだもう本当に、2種類ぐらいしかワクチンもなくて、今みたいにいわゆるこうオミクロンとか、そういうような話にもなってなかった時期なんですね。で現状を新しく厚生労働省の方であるワクチン文化副反応の検討会、令和4年の4月13日の資料を元にまずはお話しして、それ以外に海外の論文のお話も今後していきます。で、その、いわゆる厚労省の方のお話になると、接種の合計回数が1億9594万4823回。ですね、だから、ざっくり2億回ぐらいの、いわゆるワクチン、1人が何回も打ってるので、こういう回数になるわけですね、を打たれていると。で、コミナティっていうね、ワクチンと、ファイザーのものですね、あとは武田製薬の、薬品ですね、スパイクバックスかな、と、あとアストラゼネカの、パキスゼブリアとか、ここら辺のデータを集めて、じゃあどんな副反応が出たのかっていうのが非常にこう詳細なデータがあるんですね。それは体の部位別に出ていまして、それね、ネットで調べていただけると、今言った4月の、分科会の13日のデータっていうのは見れるので、ぜひそれも見ていただければと思います。そこから抜粋して目の話だけね、私はさせていただければと思います。ちなみに、ワクチンが賛成反対とか特になくて、こういう情報をもとに、打つか打たないかっていうのは、個々人で判断いただければっていうふうには思います。じゃあ、どういう、副反応があるか。ね、すんごく細かい。ビーってこうびっしり、もう全然、見えないと思うんですよ。このびっしりびっしりあって、目だけでこのぐらいあるんですよ。で、全部紹介してたらすんごい長いので、10例以上の、いわゆる報告あるものをお話していくと、13例に、黄斑浮腫、目の奥にむくみが出たっていう報告があります。そして77例に、目のかゆみですね、挿用感。そして17例に目の異常感。目の障害、37例。障害って曖昧ですよね。で、39例に目の運動障害、目の動きが悪くなってくる。そして114例に目の充血。目の疲労が16例。目の痛みが50例。目の周りが腫れてくるのが18、不快感が10例、まぶたが下がってくるのが28例、そして、まぶたの機能の障害が14例、赤くなっちゃうのが33例、まぶたが腫れるのが50例、まぶたの浮腫ですね、似てますけどね、85例、痙攣が起きたのが25例、眼下、目の周りの腫れが15例、充血ですね、が61、出血が23、光がキラキラ見える光視障が40例。そして視野欠損が38例。視力が悪くなったっていう人が111例。そして視力低下。もう同じだと思うんですけどね。これが37例。そして失明が14例。中視麻痺ですね。目のね。麻痺が
38例。そして、閉塞隅角緑内障が34例。無視ですね。なんかこう、霧みたいな感じで見えるっていうのが63例。出血ですね。目の奥の網膜が出血したのが17。血管が閉塞したのが18。動脈が閉塞したのが13。涙が増えたのが30。で緑内障になったのが10例。眩しいのが11っていう感じになります。これバラバラ言われてもようわからないよと思うので、これざっくりまとめると、むくみとか、炎症とか、あとはちょっとした、なんかちょっと見づらいなとか、充血したなとか、まあそういうのがあるっていうのが、まあざっくりとしたまとめになるわけですね。でもこれって、なんか、2億のうちの、まあこの数なんですけど、実際これって日本って、まあ、データがきっちり取れてるのかわかんないなっていうところもあると思うので、じゃあ海外ではどうなのかっていうのをまとめているっていうのがあります。例えば、ワクチンの目の合併症っていうね、まあ、そういう論文が、ですね、2022年に、発表された論文っていうのがあります。それとかを見てみると、まあ、どういうふうな合併症、いわゆるこう副反応があったかっていうのが報告されていまして、ブドウ膜炎などの目の炎症、これが主である。ただし、これはコロナワクチン特有ではないっていうふうに書いてありました。これ、どういうことなのっていう。だって、目の炎症が起きてるんだよねと思いますよね。実は、新型コロナウイルスに対するワクチン以外でも、ブドウ膜炎というのはしばしば起きてたんです。インフルエンザのワクチン、B 型肝炎のワクチン、今までもいろんなワクチンっていろいろ打たれてましたね。いわゆる、従来型でのワクチンでも、ブドウ膜炎っていうのはちょっと起きやすい。ブドウ膜炎？何？聞いたことないよ。っていう人もいると思います。ブドウ膜炎というのは、目の茶目の炎症を起こす病気です。茶目から、なんとかな、原因不明だったり何らか原因がある炎症が出てきて、まあ、霧がかって見えたりだとか、むくんだりだとかしてしまうんですね。だからさっき言った、黄斑浮腫とか、まあ、こう、無視とか、まあ、そういうのはこのブドウ膜炎、まあ、充血でも起きやすいですね。っていうのが言えることです。ただし、ワクチンを受けると何でもなる。これどういうことだというと、まあ、いわゆるワクチンに対して、まあ、人間っていうのは免疫反応っていうのを起こしてくるわけです。その免疫反応っていうのは、基本的にいいことですよ。それによって次のウイルスに対する抵抗を持つので。なんですけど、ブドウ膜炎の人というのは、その免疫反応が異常になりやすいのが、もともとの体質、素質なんですね。だからこそ、そんなには問題ないはずの、まあ、例えば今までのワクチンであっても、それを入れることで、異常な炎症が起きて、免疫反応が起きちゃいやすい傾向にあるわけです。だからこそ、まあ、ブドウ膜炎はちょっと起きやすいなと。じゃあ、起きちゃって、これって問題なの？っていうことになってくると、また別の論文ですけど、ワクチンに関連する、ものとして、2022年ですね、これも、論文があって、COVID-19 のワクチンの関連性の、まあ、副反応っていうと、基本的には適切な対処を行えば、良好から中程度の予後である。まあ、血管閉塞、あとは、閉塞の緑内障もちょっと注意ですよってことなので、閉塞隅角緑内障気味って人も、ちょっと注意が必要かなっていうふうに思います。あとは、血管が詰まりやすい病気、網膜静脈閉塞症、網膜動脈閉塞症とか、糖尿病網膜症とか、あとは、加齢黄斑変性とか、まあ、そういうのがある人は、まあ、そういうのが起きると。起きた場合も、ちゃんと早めに見て、対応すればそんなには問題ないかなっていうのがお話です。で実際私がまあこれもそうかなわかんないなっていうような症例もあるわけですけど、きちんと対処することによって落ち着いた人もたくさんいらっしゃいます。というのがまあ感じですね。ですからこそ知ってほしいのはまあ受けるか受けないかの判断だけではなく、もし受けた場合も、まあ、こういうことが起きうること、そして起きた場合は、まあ、早めにちゃんとまあ気のせいかなと思わず眼科に受診してほしいですね。そして失明っていうとね、さっきちょっと出たかと怖いなって思いますよね。この場合は
実際これが原因だったかはちょっとよくわかんないですけど、一つだけの症例の報告として世界で発表されているのが皮質失明っていうんですけれども、あ、レアケースオブコーティカルブラインドネスフォローイングワクチンアゲンスト、SARS COVID-2、 つまりレアケース、つまり極めて稀でこんな失明も起きたよっていうことが2022年に報告されています。ですからもちろん人間なので、あらゆる、お薬反応って 100% 安全なものっていうのはないです。ですから、リスクというのはゼロではない。ただし、まあ、世界でも一応こういうことはレアケースとして発表はされているようであるっていうことですね。で、さっき言った免疫反応っていうのもシステマティックレビューって言って、まあ、いわゆるこう注射をして、まあ、どうだったのかっていうのを自分で調べただけじゃなくて、多くの論文から調べたシステマティックレビューですね。2021年のシステマティックレビューでも、まあ、免疫反応が主なんじゃないかなっていうふうには言われているっていうことになります。で、今日のもとに、じゃあどう考えるのかっていうのはご本人の最終的な判断ですけど、一応何もないですよっていうのはさすがに嘘になります。けど、まあ、すごく大きな問題がありますよっていうと、まあ、このぐらいですっていう、まあ、大きい小さいとか、大変大変じゃないっていうのは、すごく主観的な言葉になっちゃうわけですよね。なので、あくまで数字とか、世界でこういう発表がされているっていう、まあ、いわゆるこう、事実ベースのお話だけをさせていただきました。これが多いと思うのか、少ないと思うのかは、あくまで、なんていうかな、主観的にご本人の判断で、それで最終的に、まあ、いろんな、ね、判断を下していただければと、で、その参考になればと思います。で、これ以外にも、例えば、ブドウ膜炎の炎症のお話とか、まあ、そういうのはメインチャンネルだけじゃなくサブチャンネルとかでもアップしているので、それも見ていただければと。あと、まあ、この情報だと足りないよとか、もっとワクチンについて私の方が詳しいよって人もたくさんいると思います。あくまで私は眼科医ですので、まあ、そういう意味でワクチンに対する情報とか、新型コロナに対する情報とか、終わりの方があったら、ぜひコメント欄に詳しく書いていただけると、いろんな方が見れるので、まあ、ぜひぜひ書いていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。